You listen to Podcast Courage. It's brought to you by DJ Ricky. Good morning! Podcast 大学の DJ Ricky です。この番組は Podcast のことを勉強できる Podcast 番組をお送りしております。Podcast に関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝 Apple Podcast、Spotify、スタンド FM をキーステーションにオンエアしておりますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。今日お届けするトピックはこちら。2022年買ってよかったポッドキャスト用機材ベスト3、ちょっと早いけど、というテーマでお届けさせていただきます。早くもですね、2022年ももう3分の1以上が、いや、まもなく3分の1がですね、経過しようとしておりますので、ここでですね、早くも買ってよかった機材ベスト3をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。気になるベスト3、ナンバーワンは、まずはこちら。オーディオインターフェース、モツ M4。今ですね、モツの M4 を使いながら収録をさせてもらっておりますけれども、やっぱりね、モツはいいですわよ。コロナの中前に発売されまして、でコロナになってですね、であと半導体不足となったりとかしてですね、なかなかお店にラインナップしていませんでした。でも最近ですね、島村楽器さんとかいろいろな楽器店で在庫が戻ってきまして、 Amazon でも戻ってまいりましたということでですね、思い切って2月にヤマハの AG06 のオーディオインターフェースミキサーから乗り換えまして、モツの M4 をお迎えさせていただきました。もう私の右腕のところにですね、鎮座してくださってるんですけども、やっぱりね、音が透き通ってる、音がそのまままっすぐに入ってくる感じと、この音圧の違い、もうグッと入ってくる感じがね、非常に好きです。モツ M4 大好きです。でですね、モツの M4 のもう一ついいところが、メーターですね。音がどれぐらい今入っているのかっていうメーターを、LED の綺麗なスクリーンで見ることができます。あとはこのね、ノッチっていうですね、この、なんて言うの、ノブっていうかね、音量を調整するノブとかも、ちょっとグリップっていうかですね、滑り止めがついていて、まあ操作しやすいっていうことでもですね、レビューの評価が高くなっております。でこのモツの M4 Mac で使うときにループバック使えないんじゃないのっていうふうに言われたりしておりますけれども、いやいや問題ないですよ、問題ないです。オーディオハイジャック4を使えば簡単にですね、操作することができてしまいます。これ辺です、また別の機械のポッドキャストにまとめておりますので、ぜひそちらを聞いていただきたいと思います。概要欄の方にリンクを貼っております。一つ目はモツの M4。 やっぱりね、ヤマハの AG06 ってライブ配信用のミキサーなんですけれども、これとね比べるとね、音がね、愕然とね違います。私のポッドキャスト大学のですね、1月ぐらいの音と、あとこの3月ぐらいの音をですね、比較していただけると非常に違うと感じておりますので、ぜひぜひこちらのモツの M4 で、M4 は、4 in 4 out なんですけども、M2 っていうのもありますので、M2 の方が安くなっております。でこの M4、M2 なんですが、10万円ぐらいするですね、いわゆるこのモツの心臓部が入っておりますので、非常にコスパがいいオーディオインターフェースということで、この夏、いや、まだ夏じゃないですね、この2022年おすすめの一品となっております。ぜひアップグレードしてください。そして、2つ目にご紹介するのがベスト2ですね。ベスト2はこちら、ロードのポットマイク。これはですね、オーストラリアの、ロードっていうですね、マイク会社、マイクとか最近はイヤホンも出しておりますけども、ロードから出しているダイナミックマイク、ポットマイクっていうのがね、
なかなかね、いいやつなんですよ。これがね、ダイナミックマイクでね、結構ね、このローのところが、ローっていうのは、その、低い音の音域がですね、ガーッと入ってて、なんかこう、声を取るために、もう、ポッドキャストを取るためにある、ダイナミックマイクっていう感じでね、使いやすいんですよね。で、何せ、価格の方も、そんな2万とか3万とかしないで、1万3000円ぐらいかな。で、まあ、対抗馬としては手話の 5% とかになるんですかね。でもまあ手話の 5%、まあ、なんていうかな、よりは、ポッドキャスト撮る用のマイクとして、ロードポッドマイクは使いやすい。まあ、音が取りやすいっていうふうに、思っております。で、このロードのポッドマイクね、若干ね、重たいんですよ。手話のゴッパーみたいにその手で持ってライブで使うとかカラオケで使うっていう感じじゃなくて、ちゃんとマイクスタンドに引っ掛けて、そして口元に当てて撮るっていう感じですね。ちょっと重たいので、その辺ですね、購入の時に気をつけていただきたいと思います。詳しいレビュー記事はですね、リッキーブログにこちらをまとめております。概要欄の方にですね、どんな感じで機材をつければいいのかとか、どんな声の音なのかとかですね、まあ、そういうところもですね、アップしております。で、ロードのポッドマイク、ちょっとね、別のポッドキャストの企画でいつもこのポッドマイクをですね、4本買いましてスタジオで使ってるんですけども、朝日新聞の確かポッドキャストとか、あとはピトパの、ポッドキャストとかですね、まあ、その辺はこのロードのポッドマイク使っていらっしゃいました。非常に、声がいい声で入っておりますので、ぜひそちらの音を参考にしながら購入を決めてみてはいかがでしょうか。でですね、ロードのポッドマイク、日本の楽器屋さんではあんまりお見かけしてないですね。なぜなんだろう、なんかあんまりなくて、海外の、まあ、この前アメリカ行った時、ギターセンターとかにはですね、たくさん在庫がありましたが、島村楽器とかその他の楽器店とかにはですね、お見かけしないですね。なぜか分かんない、分かんないけどなぜかない。で、 Amazon にはちゃんと在庫が置いてありますので、Amazon とかですね、チェックしてみていただきたいなと思います。あ、サウンドハウスあったかな、サウンドハウスあると思います。はい、ぜひサウンドハウスも覗いてみてください。リンク貼っておきます。そしてベスト3はこちら。エレクトロボイス RE20。 これはですね、今使っているマイクなんですけども、いわゆるエレボって言われてるやつですね。 EV、 エレボ、エレクトロボイスのエレボで、 RE20 っていうですね、ダイナミックマイクです。これはね、長い間ね、使われてるマイクで、非常にね、アメリカとかでラジオ局とかで使われてるこのね、いいやつなんですよ、本当に。こちらもですね、ダイナミックマイクで、700g ぐらいします。ですので、使うときはちゃんとマイクスタンドに引っ掛けなければいけないっていうですね、ところになります。この辺は、ロードのポッドマイクと同じです。で、ダイナミックマイクで単一指向性で、でですね、こちらサウンドハウスですと、Amazon よりもですね、1万5000円ぐらいお安く、今は買うことができます。で、手元でですね、ハイパスフィルターがありまして、今はハイパスフィルターをかけていない状況なんですけども、ハイパスフィルターをかけると、こんな感じになります。ちょっとローのところが今、軽くなったのがお分かりいただけたと思いますが、こういう感じでですね、ハイパスを入れたりとか、あとは、ちょっと低音を入れたりとか、私はちょっとこういう低音を入れ気味がいいので、これ入れたままにしてますけども、もう一回ハイパス使っていくと、こういう音になります。うん、どうでしょうか、皆さん。まあ、好みによって、また変えていただいていいんじゃないかなと思うんですけども、で、今、エレクトロボイス RE20 を、少しウィンドスクリーンをですね、薄めのウィンドスクリーンをかけて、収録させてもらっております。うん。こちらですね、声の収録だけじゃなくて、楽器の収録、まあ、これにもですね、使う方が非常にアメリカでは多いですね。で、日本の YouTuber さんとかで、このエレクトロボイス RE20 をレビューしてる人は、あんまりいないですね。あんまりいない。ですので、ぜひですね、このリッキーの、
ポッドキャスト大学でエレクトロボイス R20 を学んでいただいたりとか、あとは海外の YouTuber さんですね、ブースジャンキーとか、ポッドステージさんとか、まあ、その辺の方々のですね、RE20 のレビューとかをですね、チェックしていただいて、ぜひ、もう猛烈にギアを上げていきたいという方はですね、このエレクトロボイス RE20 を使ってみて、一緒の同じ音質で、リッキーと共に、ポッドキャスト、配信していきましょう。まあ、ぜひね、コラボっていうこともありかもしれませんけれども、まあ、そんなところですね、エレクトロボイス RE20 は、非常にダイナミックマイクなんですけれども、ちょっとこう、コンデンサーマイクのようにしっかりと、ハイの息も入っていて、声を取るには最高のマイク。そして声だけじゃなくて、楽器も収録できるということで、本当にこのマイク、あってよかったなというふうに思っております。はい、今日は2022年買ってよかったポッドキャスト用機材ベスト3ちょっと早ということで、3つベスト3形式でお届けさせていただきました。1つ目がモツの M4、 2つ目がロードのポッドマイク、そして、3つ目がエレクトロボイス RE20 でございました。ぜひ皆さんの音響ポッドキャスト用機材の選びのちょっと参考になれば嬉しいです。概要欄の方に各レビューのリンクを貼っておきますので、よろしくお願いいたします。今日の合わせて聞きたいは、音声配信ガチで始めるとき、揃える機材という過去のオンエアを紹介させていただきます。ちょっとこうプロっぽく本気でやっていきたいっていう方、本気で音質上げていきたいっていう方向けにですね、ガチでこれだけ揃えれば大丈夫だよっていう過去のオンエアがありますので、こちらも聞いてみてください。今日のラジオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターでも毎日ポッドキャスト情報やライフハックガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を見逃さないようにするには無料サブスク登録が便利ですよ。あなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ届きます。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast 大学。 This podcast has been brought to you byDJ リッキーがお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。今日もいい声で、ぜひ配信を。Let's podcast. This podcast has been brought to you by DJ Ricky.